哀愁は1940年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はマーヴィン・ルロイ。主演はヴィヴィアン・リーとロバート・テイラー。もともとは劇作家ロバート・E・シャーウッド作の2幕の舞台劇として1930年6月6日にブロードウェイで初演されたもので、1931年にジェームズ・ホエール監督で映画化されている。舞台と1931年の映画では、苦労人隊員はカナダ軍兵士である。本作で主演のヴィヴィアン・リーは前年制作の風と共に去りぬでは乱世を生き抜く強い女性を演じたが、本作ではその反対のか弱い踊り子を演じている。1939年9月3日、英独海戦の日、イギリスがドイツへ宣戦布告し、海戦により慌ただしくなるロンドンの街。ロイ苦労人大佐はフランスへ赴くことになる。駅へ車で向かう途中、彼はウォータールー橋へ立ち寄ると、運転手に橋の向こうで待つように告げて歩き出す。その手には幸運のお守りのビリケン人形があった。ロイはその人形を見つめ、彼がまだ大尉であった時に出会った、あるバレエの踊り子のことを思い出す。舞台は第一次世界大戦中に遡る。ロンドン市内には空襲警報が鳴り響いていた。イギリス軍将校のロイ苦労人大尉とバレエの踊り子、マイラ・レスターは、ウォータールー橋で巡り合う。空襲警報で逃げ遅れたマイラと共に、二人は地下鉄の駅へ逃げ込み体を寄せ合う。明日戦地へ向かうというロイに、その夜、劇場での公演があるマイラは、ビリケン人形を渡す。ロイは、大佐との食事があると告げてマイラと別れるが予定を変更し、マイラが出演する。オリンピック劇場へと足を運び、彼女の演技を鑑賞した後、食事へ誘おうと彼女に手紙を出す。しかしマイラが所属するバレエ団では、団長のマダム・キーロワが目を光らせており、そういった色恋事が禁じられていたのだ。手紙の返事として、食事の誘いを断る旨を、マイラは書かされたが、友人、キティの起点により、ロイと食事ができることになる。レストラン、キャンドルライトクラブで待ち合わせたロイとマイラは楽しいひとときを過ごし、閉店前の最後の曲として別れのワルツが流れる。演奏の終わりに近づくにつれ、楽団は少しずつキャンドルを消していく。二人はダンスをしながら、ついに口づけを交わす。その帰り道で二人はもう会えないだろうと話す。その際にロイはマイラに彼女が人生に何も期待していないのではないかと問う。マイラはその理由が、たとえ誰かを好きになったとしても、結局は戦争によって離れ離れになってしまうから、とロイに告げる。翌日、雨が降りしきる中、マイラが窓の外を見ると、フランスへ向かったはずのロイの姿が目に入る。驚いた彼女は、大慌てで支度をし、ロイの元へ駆け寄る。彼は、フランス行きが2日延期になったことを告げ、マイラに結婚しようと話す。急なことでためらうマイラをよそに、自分の気持ちはもう決まっているとロイは伝える。将校は勝手に結婚できないため、上官に報告するため兵舎に向かう。そこで、彼の上官で、連隊長の叔父の許可を得る。指輪と花を購入して、聖馬隊教会へと向かう。ところが、牧師の説明で、午後3時以降はできないという、法律によってこの日の結婚は叶わず。式は、翌日11時に行うことを約束する。マイラは友人キティと踊り子仲間に明日結婚することを報告して劇場に向かおうとするもロイからの連絡が入る。突然の召集でロンドンを急に立ち戦場へ向かうことが告げられる。公演に間に合わないがロイを見送るためにマイラはウォータールー駅へと向かう。ロイが乗る列車が出発した直後に駅に到着し、プラットフォームを駆け出して、車中のロイを見つけるも、お互い一声かける程度しか会えなかった。悲しみの中、マイラは公演所へと赴くも、バレエ公演には遅刻する。そこでマイラは彼女をかばったキティと共にマダム・キーロワから解雇されてしまう。マイラとキティの二人は、仕事が見つからず、生活は貧しかった。ある日、ロイの母であるマーガレット夫人が、赤十字病院の仕事を休んで、ロンドンに上京し、マイラに会いに来るという。マイラは、精一杯身なりを整えて、喫茶店で待ち合わせるが、たまたま目にした新聞には、ロイの戦死の情報が載っていた。気絶して目覚めた後に、ロイが戦死したことをまだ知らないマーガレットと会うが、動揺しているマイラは、ロイのことを話す必要ないという態度をとってしまう。マーガレットは、そんなマイラを好ましく思わず、またの機会にと告げてその場を去る。希望を失い、貯金が尽きてきたマイラはキティが、どのようにお金を稼いでいるのか疑問を抱く。ロイのことがあってから調子が優れなかった彼女のために、キティが娼婦として稼いでいたことを知ったマイラは、自分自身が死んでしまえばと思うようになるまでに気がめいってしまう。ウォータールー橋に佇んでいたマイラは、声をかけてきた男に、うつろな瞳で答え、ついに娼婦に身を落とす。そしてある日、いつものように客を探していた駅で目にしたのは、戦死したはずのロイの姿だった。偶然の再会を喜ぶロイに対し、マイラは号泣する。ドイツの収容所に送られたがスイスに脱走したこと、母親も来てくれたこと、連絡がつかなくて不安だったことを、ロイは話す。辛い思いを経験したマイラに、ロイは、今後はこれからは安心して暮らせる。これから泣くのは幸せな時だけだと話す。マイラには娼婦になったという影がつきまとい、ロイにそのことを言えずにいた。ロイの強い説得で、マイラはロイと結婚することを決意し、キティに別れを告げて、ロイの故郷スコットランドへと赴く。ロイはマイラを屋敷に招待し、母マーガレットや執事、そして叔父の公爵に会わせる。マイラは、ロイの家族の優しさや温かさに触れ、次第に苦労人家へ受け入れられていくのを感じる。夜には舞踏会が開かれ、思い出の曲、別れのワルツの中、マイラはロイとの幸せを強く噛み締める。しかし、過去を拭いきれず、優しくされる一方で、罪悪感を募らせていく。そして舞踏会の晩、マイラはマーガレットに全てを打ち明ける。マーガレットは、そんな彼女を受け入れようとする。夫人の部屋から出たマイラは、ロイと会う。ロイは彼女に、これからは一心同体だという思いを込めて、ビリケン人形を返す。しかし、マイラはロイに置き手紙を残し屋敷を去り、ロンドンへ帰ってしまう。マイラを追って、ロンドンに戻ったロイは、彼女の下宿先を訪ねる。しかしそこに、マイラの姿はなく、彼女の友人であるキティと再会する。マイラにどんな秘密があろうとも、それでも彼女を探し出すと訴えるロイを、キティはマイラのいる可能性のある場所に連れて行く。バスへの酒場やいかがわしいダンスホール、そしてウォータールー駅など、ロイはマイラの身に何が起きていたかをようやく理解し、彼女がもう二度と自分の前に現れないことを悟る。その頃、マイラはあてもなく歩いた後、ロイと初めて出会ったウォータールー橋に来ていた。その目にかつて抱いた希望の光はなく、吸い込まれるように彼女は軍用トラックに身を投げて自ら命を絶ってしまう。事故現場にはあのビリケン人形が落ちていた。再び1939年、ロイは私が愛しているのはこれからもずっとあなただけ。それが真実。という彼女の言葉を最後に思い返す。そしてもらった幸福のお守りを手に、マイラとの思い出の場所であるウォータールー橋を後にする。ロッテントマトズによれば、5件の評論のうち高評価は 80% に当たる4件で、平均点は10点満点中 6.4 点となっている。ありがとうございます。